ルル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 ルっていうなんかスタッフさんの癖をちょっと読み上げさせられてますけど。なるほど。マスクしてる女の人の洋服が大胆。なんで？興奮する？いや、わかんないです。俺もわかんないですけど、まあいつもなんかちょっと一言書いてるじゃないですか。ね、いつもね。これ多分スタッフさんの癖でしょ。だからマスクしてるからちょっとやっぱ可愛く見えるっていうのもあるんじゃないですか。せっかくそれは顔は隠してるけど体は隠してないからってことじゃん。あ、そういうことなん？あ、そういうことか。そこ？そういうことじゃない。顔隠してるくせに胸は出してるとでな。なんやろね。どうなんすか。そんな俺は分からへんけどな。俺も分からんな。まあ、可愛く見えるは見えるけどね、やっぱマスク。まあね、そのそういう効果はあるけどね。目元がやっぱ引き立つというか。うんうん、まあ目元はいくらでも何とでもできますから。まあざわちんとかいう、うん、化粧でね。まあまあ。正直でも大胆な方が嫌とかない？うん、いやそれは、ね。だからただ大胆じゃないからいいんかもね、この壁で言うと。だもうほんまにただ見せてるだけは嫌ってことやろ。そう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 。エロいっていうかさ、うん、そのセクシーさはあんまいらんっていう。わかるわ。いやちょっと呼びたいよね。これを書いたスタッフさんを。誰が書いたんか。誰やろ。説明してほしい。誰ですか。違う。そうちょっとまあまあ。まあまあ怒らへんけれども。そうっすね。えじゃあどういうのが興奮しますか。いや難しいよな。でも最近どうやろうな。あのでもだから隠すってそこのこれって一緒かもしれんけど、うん、タートルネックで胸元だけ開いてるみたいな服。タートルネック、タートルネックで、なるほど、ね、胸元だけなんか開いてるみたいなったやん。あれはちょっと見たいよね。カノー姉妹がやってそうなやつ。カノー姉妹ではないけど、カノー姉妹タートルだけね。そう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 、胸の谷間でハートみたいな開いてるやつじゃない。そう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 、でも首は隠れてんの。ああ、だからやっぱその、バランスやな。バランスかもね。でもだから俺もそれで言うと、ちょっと想像の世界ですけど、うん、まあマスクから言うと、なんかマスクの真ん中に切れ目開いてて、そっからなんか食べてたらすげえ興奮するかも。なんか切れ目開いてて、そっからなんか、マスクの意味ないやろ。いや、まあ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 ね。その切れ目からなんか食べたらめっちゃ興奮するかも。何食べてんねん。なんかうまい棒。興奮するな。フランプール秘密の部屋。改めましてフランプールボーカル山村龍太です。ギターの坂井和樹です。ベース浜川元気です。ドラムスの小倉誠二です。というわけでラストコール新曲、3月15日リリースで間もなくです。うん。ね、うん、桜田リセット、はいはいはい、桜田リセットという映画ももう間もなく公開ですね。そうですよ、うん、映画館のねあの大画面でフランプール流れるのもうすぐ。いやそう見に行きたいですよ。だからいやそうですね、うん、確かにね、うん、なかなか映画館行かれへんけど、うん、まあ僕の見方のおすすめなんですけど、うん、パンフレット先読んだ方がいいと思う。そうね、まあいろいろルールというかその、ね、設定がね、どこを見んの？設定ですね。うん、あ能力ね。なるほどね。うん、あそっかそっか。の方がなんか多分分かりやすく見れそうな俺は気がした。確かに。なんか俺は知ってみたからすごいめっちゃ良かったけど、なんか難しいってもう言うやん。登場人物がそれぞれの能力を持ってるから、そのまあ主人公は記憶を忘れないっていう能力やけど、いろいろあんねんね、うん、物を消せるとか。その能力を知ってると、もうちょっとね。知ってると、そう。だから2回見たら面白いみたいな映画なんですけど、1回目楽しもうと思ったら、まあ、把握しとかないと。見とくのもありかなっていう。確かに。その能力同士をこう掛け合わせてなんか、そうね、技を、技じゃないけどさ、うん、できないことを可能にしていくとかあるからね。そうそうそう。より楽しめ、確かにね。パンフレットを見て。うん、ぜひ桜田リセット、そしてラストコールも皆さんよろしくお願いします。お願いします。というわけで、まあ、ツアーもね、ありますよ。武道館も。5月は武道館で。全国ツアーもね、ね、うん、決まっておりますので、皆さん、うん、詳しくは、うん、オフィシャルホームページ、皆さん見てください。見てください。うん、はい、よろしくお願いします。ということで、はい、今日はですね、うん、もう、まあもう日々、山村さん、はい、お疲れでしょ。ほう。そうやろな。もうドラマでね、うん、朝からやって、夜まで。まあまあ、慣れへんことだからね。慣れへんことしてるからね。もう疲れてるでしょう。ということで、今回、山村隆太を、便便に元気にしてみませんか？え？なんて、もう一回やって。え？みんなで、山村隆太を、便便に元気にしてみませんか？今日は。お前を便便にさせる、今日は俺が。どうやってよ。が。どうやってやる、ね、どうやって。お前、それはお前、
言わすね。何をするつもりやねん。じゃあ今日はここにエナジードリンクをね、はい、エナジードリンクたくさん用意したんで、はい、ちょっとこれ飲んでもらいますわ。まあ、元気になるといえばやっぱり、いや、こんなに飲んだらやばいっすよ、マジで。いや、まあね、いっぱいあるっす、正直。いっぱいあるな。10種類以上ありますけども、いや、これはまあ、あんま、ね。いや、俺でもそういうのも、ええわ、別に、そんな。いや、マジで。強くなさそうなんでいいわ。いや、お前すごい。いやいや、お前、しょっぱなからすごいの取ったな。宮村が選んだのは、仁王立ち。すげえな。すげえな。いや、こんなん飲んだらやばない、ほんまに。うん、あんまりね、いっぱい飲んだら、ちょっとずつ飲みましょうよ。ちょっと、メールしまくっとくわ。いや、誰にやねん。え誰にやねん。いやいや、いちゃうやん、友達やん。友達やん、そう。あ、友達。寝られんかもしらんから。寝られんかもしらんから。ちょっと。よろしくやってくれと。飲んでしまくっとこう。仁王立ちドリンクだってもう、マカエキス、うん、カポシカムエキス、なんかガラナ、イチョーバ、何これ普段飲まへんからな、俺こういうの。いっぱい。カズキさん、モンスター。あ、モンスターめちゃくちゃ美味しいな。あ、でもいろんな種類あんねんな。モンスターめちゃくちゃ美味しいわ。へぇ。なんかこのモンスター見たことないね。白いモンスター。え、美味しい。マジか。今度聞くもんな。俺普段飲まへんから分かれへんけど。え？え？喉に来る。え？何何？飲んで？いや、めちゃくちゃ美味しいけど。いや、これ、なんか、アルギニン、コーラ、あれみたい。美味しい。ああ、美味しいよ。え、うん、普通に美味しいよな。え、子供の時の飲み薬みたいじゃない？なんて、これ、なんとか人参入ってるからよ。ちょっとわかる。な、お前、仁王立ち飲んだやろ？仁王立ち飲んだで。お前、一気したマジで。うわ。いや、一気した。うわ。お前、アスカと何するつもりやな、明日。なんかやるつもりやろ、お前な。違う。何をやる、ね、そういうシーン？そういうシーンあんの？そういうシーンないわ。めっちゃ入れるやん。めっちゃ入れるやん、今さらっと。ちょっと待って、おかわりして。どぼ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 。今の継ぎ方おかしかった。この話してからの。また仁王立ちついたの。今の取ってほしかったな。でも自分でやってておかしいなと思って。仁王立ちはやっぱ確かに明日やなって。来るね。ちょっと待って、めっちゃ来るな、これ。うん。熱くなるな。うん。もう俺やめとこう。来る。他行こう。それは浅井行こうや。浅井俺好き。仁王立ちやばい。もう。うん、なんかきついね。うん、アサイの炭酸か、仁王立ちやばい。あ、うまそう。アサイはまあ間違いないでしょ。炭酸やん。それはエナジードリンクというの。あれ？これは。俺の思ってるアサイとでも違う。全然美味しない。美味しない。まあなんかブルーベリーっぽい感じ。ブルーベリーっぽい。うん。どっちかってブルーベリーやね。あかん、俺エナジードリンク嫌いかも。お前、全部美味しい。リアルゴールド飲んどけちゃう。リアルゴールドは美味しいよ。オロナミン C。だってこれジュースやん。やっぱオロナミン C やろ。これは？あ、これ見たことあります？リアルゴールドワークス。ないわ。ない。ないやな。うん。あ、俺もちょうだい。強い版？どうなんや、ちょっと見て。うん、美味しい。もう、安定の美味しさやね。うん。え、これ美味しい？それも俺、モンスターと同じ味した。リアルゴールドはでも飲み慣れてる。これチアシードドリンクは。こっちの方が美味しい。うん、ちょっと違うかも。こっちの方が美味しい。ちょっと違う。リアルゴールドは。ノーマルリアルゴールドよりは。へぇ。いや、それ飲んだことあるのやめようや。うん、飲んだことないやついくや。何よ。チアシードね。マムシみたいな。じゃあこれ行こうか。スゴジュー行く？スゴジュー。飲んだことあるやろ。飲んだことあるやろ。なんかね。コンビニ行っとるやん。先までほとばしるって書いてる。どういうことやろな。どういうことなの。どういうことやろな、先までほとばしるって。だいぶ霜感出てるね。芯から先まで燃えてたぎる。もう霜やんけ、完全に。ふわっとさせるね、やっぱりそれ。まあ一応、だって、なんかそういうやつでしょ、これ。あ、そういうやつなんや。精力剤みたいなことでしょ。じゃあ一応、ちょっとメールしたし飲んどこう。あ、そうやな。精力剤。メールしたし、やるし。誰にメールしたの。いや、朝までね。なんか。まあでも、すごいですよ。すっぽん、コブラ。コブラ？サソリ。サソリ？これはもうすごいな。すごい。これは、なんか、新しい味。うわ！やばい。いや、これコップで飲むってのがいい。あー。なんかもう、うん、でもなんか、俺好きかも。仁王立ちより美味しい。あ、そうね。あと、この辛、辛いやん。あー、くるくる。喉に来る感じ。仁王立ちも行って、スゴジュも行ってんけめっちゃ元気出てきたもん。すごいやん。チアシード言ってやん、とりあえず。メールするか。メールする。誰にやん。友達にやんな。朝まで遊べるような。いや、朝まで何すんのお前。何でもする。何を考えてんねん、お前。怖い怖い。いや、こんなん飲むねんからそういうことしかないやろ。違う、そういうためのちゃうから、これ。
大黒さんが知らん間に何かを飲んですげえ顔してる。伝わらんわ。知らん間に何かを飲んで。これ知らん間に何かを飲んで。お前の実況も思う。だから想像してたのと違う。何これ。いやでもまあ、シェアシード。嘘。いや美味しいよ。美味しい。シェアシードドリンクって書いてね。美味しいで。そっちか。うん。そっちか。そう。ちょっと、なんか、薄く感じるけど。なんかそっちかっていう味。うん。でも、あ、そっちか。慣れれば。全然いける。慣れれば美味しい。イメージと違った。これはあの、チェアシードの何、うん、これ薬局とかに売ってるやつですよね。だから。薬局に売ってる。海外のやつやろね、多分。うん。マッチとかもあんねんな。さあ、そんなもん。あとはもう、そうやな、うん。ちょっとなんか、ほんまに体熱なってきたね。うん、確かに。だこれ以上飲んだら、危険なところが。目がなんか、飲みすぎやな。目の奥がなんかグーってきた。熱くるね。行こうか。こんな感じで。はい。もう全員、もうなんか、熱なってもうた。熱なるもんやね。やっぱ効くね。エナジー。一枚ずつ脱ぐとりあえず。なんでやん。変なモードになってるやん。はい、それではここで曲いきます。ファンプールで新曲です。ラストコール。野村周平です。黒島結菜です。平優菜です。フランプール秘密の部屋なのかい。映画桜田リセット楽しんでください。主題歌はラストコール。秘密の部屋リセットや。ABC ラジオフランプール秘密の部屋。お前どんだけ甘んねん。じゃあどんどんメールいきますよ。うん、日本の日向、宮崎市、宮崎県ね。すごいね、なんかいろんなとこがね、うん。ツアー情報がついに解禁されましたね。うん、はい。ライブの過疎地である宮崎を入れてくださりありがとうございます。過疎地って。ところで地方はどんなところが楽しみですか？宮崎は正直点点点と。宮崎を俺。美味しいもんが、まあね、すげえ楽しかった思い出だけど、うん、宮崎はご飯も美味しいし、あの、うん、チキン南蛮南蛮もそうですね。あの美味しい店連れてってもらったの。あ、結構前やけどさ、めっちゃうまかったやつやんな。それ覚えてるよな。めっちゃうまい南蛮食べたとかやな。今回どうあるかわからない。宮崎もありますから。ライブハウス会場も綺麗かったし、うん、海沿いの。よう覚えてますね。よう覚えてんの。宮崎印象は確かに、あれ一回しか行ったことないけどね、俺らも。うん、うん、確かにね。そうね。逆に教えてほしい。あ、そうね。何だっけ？宮崎、まあ、地方どんなとこ楽しみですかと。まあ、普段行かんからね、やっぱりそういう場所って。うん、今回のツアーで言うと、平日とかも空いてるから、その、空き日があるんちゃう、うん、意外と。空き日やったら、まあ、最高ですよね。いろんな観光もできますし。観光もできるし。週末ツアーは、やっぱもう、2日やってすぐ帰っちゃうから、あんま観光できない、ね。そうね。できんな。まあ、美味しいもん食べるぐらいしかできませんから。うん。まあ、どんどん教えてほしいよね、もう全国の人に。ここおすすめっていうポイントとか。美味しいもの。地方の美味しいものも場所とかもね、うん。珍しい場所とかね。あとやっぱ、なんかいい感じのスナック教えてほしい。え？スナック好きやな、お前。スナックお前若い子知らんやろ、お前。いや、だからお父さんとかに聞いてよ。なんかいい、面白いスナックないですか？地方のスナック、攻めたい、まあ。スナック好きですからね、元気さん、ね。まあね、スナック大好き。確かに面白いけどな。そうです。ひたすらカラオケやってるやつやろ。ひたすら。ひたすら。もうええねんっていうぐらい、もう何回ものまで聞かされてる。サイモンさん。もうええねん。スナック大好きやから。毎回同じネタやってくるで、酔っ払ったら。あれが楽しいんですよ。ABC ラジオ、フランプール、秘密の部屋。今、ラジオを聞いてくれてる人にメンバーの秘密を一つばらします。メンバーの酒井和樹は最近してます。待てフランプールは嫌いにならないください。待てその辺のもので演奏会。さあやってまいりました。しゃあその辺のもので演奏会ということでですね、まあ、今回ね、うん、
まあ文房具やキッチン用品いっぱい用意してますけども、はいはい、まあそれ、キッチン用品。キッチン用品とかもね、キッチン用品なんこれ。これはね、風呂場のやつとかいっぱいあるでしょ。おもちゃとか。子供があのやるやつですよ、これ。おままごと。おままごと。おままごととかね。いろんなあの日用品がある中で、これを楽器にして、即興の演奏会やろうが、言うて。やるは言ってますよ、今。これはね、うん。やばい回になりますよ。まあ我々ミュージシャンですから、うん、何か音が出るものあれば、何でも楽器にできる。せめて音程なるもん用意してよ。何でもいいんです。ペンをスティック側にしてくれてもいいし、もう紙コップ使って何かパーカッションやってもいい。ね？ペットボトルでシェイカーにしてもいいですよ。何でもいいんです。何でもありです。これで、音楽が、奏でれば、よっしゃ。何でもいいんです。あ、いいよ、ほら。音程があるよ。あ、ほんまや。ほらほら。もう、だってもう曲できてるもん。曲がどんどんできていきます。まあ、ちなみにカナダのミュージシャンでね、アンドリューさんいるんですけど、こういうことで、身の回りだけで曲作ったりしてますから。だから我々もそんな簡単にできるんですよ。ほら、できるよ。うん、うん。ほら、もう出来上がってきてる。なんか生まれてるよ、もう。ちょっと待って。あれ？ほら。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 完璧に今こうやって曲が今次の新曲生まれそうです今もうこのままやばいやばいあなというわけでこの企画はこの辺で終わりましょうか。いやでもね、やばいやばい。でも坂井のファインプレーでなんかぽかったよ。今完璧にね、みんな景色が見えたんですか。見えた。見えました、ね。あるある。こういう民族音楽ある。確かに。おしゃれなところで、ね。おしゃれ民族の音楽できましたねこれ。確かにな。今使ってたほんまもう日用品だけですから。これだけで、いやマジでこれで終わっちゃうんで、一つの音楽ができてしまうっていうことなんですよ。いや良かったですけどね、うん、意外と意外と何でもハマるもんなんですよこれ。もう一回尺的にもう一回なんかやったもうやめたよ俺も。でも尺的にはもうちょっとやれみたいな雰囲気。もうちょっといる？もうちょっと欲しい？ああそういうパターンね。なるほどね。じゃあ逆にね、じゃあ分かった。これはもう言ったら今パーカッションがメインになってますから、うん、正直ね、音程が、ね、音程がない分音程あるもので、だから今回僕らの新曲ラストコール流してもらって、サビサビにする、サビもうね、どこでもいいですけど流してもらって、それに俺らが乗っかる、その音にワンコーラスが乗っかるから、乗っかる絶妙のパーカッションとしてね、イントロからね、なんか合いそうな音、ワンパターンしかない。ああ、いいよ。オッケー、やろう。よし、行こう。さあ、行きましょうか。イントロから、じゃあ、ワンコーラスぐらい、とりあえず、適当に、じゃあ、流してもらいましょうか。行きましょう。どうぞ。
OK です。もう今みんなこう自然と笑ったりしてたけど、それも楽器になってるから。そうやな。ヤンバラの笑い声最後なったすごいパーカッションみたいになった。俺これ押したんかなと思った。これ押してんかと思ったらお前が笑ったよ、もう最後。さあ、はい、はい、さあ、まあ、神回でしたね。いやー、なかなかのサイリウム使ってないし。さあ、ということで、その辺のもので演奏会でした。どんな顔で聞いてんのやろみんな。深夜にどんな気持ちで聞いてんのやろ。すごい。夜中にこれ流れたよ。さっき言ってた。ほんま。お母さんとかもびっくりするんちゃうかな。びっくりするな。二度と聞くんじゃない。そんなラジオ聞いてんのよ。ABC ラジオ、グランプール、秘密の部屋。今日は、秘密の部屋、聞いてくれてありがとうございます。やばいやばい。最後に、一言だけいいですか。まさかまさか。みんな、大好きです。恥ずかしい。 ABC ラジオグランプール秘密の部屋。好きになってもいい。なんで止まんねん。好きになってもいい。いけそういけそう。もう一回やって、もう一回やって。好きになってもいい。ABC ラジオがお送りしてきましたフランプール秘密の部屋。番組の中でお送りした曲は、フランプールでラストコール、そして、何でしょう、ラストコールでエナジーバージョン。エナジー注入バージョン。エナジーでおかしなったんかな、みんな。エナジーバージョン。そういうことなんかな。そういうことか。あかんの混じってるやん。はい、ということで、この番組では皆さんからのメッセージ、質問などなどお待ちしています。宛先は郵便番号 530-8010530-8010 ABC ラジオフランプール秘密の部屋の係。メールアドレスは fl@abc1008.com fl@abc1008.com、番組ホームページ、そして Facebook もありますので、ぜひ覗いてみてください。はい、それではまたこの秘密の部屋でお会いしましょう。はい、お相手はフランプールボーカル山村龍太と、北坂井和樹と、ベース浜川元気と、ドラムスの小倉誠二でした。それでは皆さん、また来週。この番組は松原氏がお送りしました。